はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の本西桃香です。こんばんは。もう今何時？いつもこっからね、枕でね、見れないんですよね、時計が。オーマイガーッ。ここからの、ここからの放送はご覧の提供でお送りしています。はい。で、な、結局何時よ今。あ、でもまだ10時半なんてないね。ここからの提供はご覧のスポンサーさんのおかげで放送されています。スポンサーさんに感謝。危ない。危ない。水がポッと。こういう時はね、ティッシュをね、巻けばいいんだよ。今日はですね、そう、午前中に、嘘、午前中は嘘、お昼過ぎに用事を終わらせて、でその後はレッスン場に行って、結構今日は長めに踊ってました。綺麗ですか？綺麗です。やっと 45% ぐらいまで来た。やっと 45% 今頑張った。今日は一人で、うん、今日は一人でやってきた。頑張るわ。明日も。残りおよそ5分でお風呂が沸きます。今日も暑かったねって。ね、暑かった。今日マジでね、なんかさ、寒い日もあるやん、結構肌寒い、しかも夜とかさ。でも今日マジ夜まで暑かった。暑かったね。ね、ムシムシする。マスクがすごい苦しくなってきたね。ねえ、暑かった。そう、もう夏だねって。ねえ、もうだってもうちょっとで7月でしょ、言うて。もう下半期だよ。ね。目鉢こうあってだいぶねマシになった。でもちょっと乾燥みたいなのはしてんねんけどさ、まぶたの上。でもあの目鉢こ用の目薬打ったらだいぶ
推しになった。そう、落ち着いてきた。夏は好き？うん。うん。夏。マスクがなかったらね、迷わず好きって言うねんけど、マスク、このコロナになってからね、マスクがしんどいからさ、そうなのよね、好きなんやけど。あと海とかさ、プールとかさ、夏祭りとかさあったじゃん昔は。だから夏めっちゃ好きやってんけど、でもそれできないし、ないじゃん夏祭りとかも。だから今好きとは言えなくなったな。昔は夏めっちゃ好きやった、一番好きやった。秋、今一番秋が好きやねんけど、夏が一番好きっていう時期も全然あった。お祭りとか行きたいし、プールも行きたいし、そう、この間浜競りとプール行きたいねって話してたの。プールなんかここ数年行ってない。行きたい、プール。うん、ねえ、プール行きたい。プールはセブ島以来って、セブ島にプールあったっけ。プール、めっちゃ海の思い出。プール、あやなんと、あやなんさんとプール、セブ島、え、待って、あったね、あったあった、お酒が飲めるプールね、流れるプールあったわ、ほんとだ。あ、じゃあそれ以来かな。確かに。でもあれも一瞬一瞬やったからさ。なんかちゃんと遊びたい、プールで。そう。普通に。なら健康ランド行きたい。ももちゃん泳げるのって、もし泳ぐのはね得意なんですよ。そう、プール得意。息継ぎ嫌いやけど、まあまだ。そう、出て出て。そう、泳ぐのは得意です。何泳ぎが好き？あ、ちゃんちゃかちゃんちゃか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 ちゃんちゃかちゃんちゃか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 ちゃ、お風呂が沸きました。やって、なんだろうな、でも平泳ぎかな、中二で習った平泳ぎ。中1で習ったクロール、中2で習った平泳ぎ、中3で習った背泳ぎ。私は習ったのしか泳げないから、この3つしか泳げないけど、うん。バタフライ、バタフライなんか
習わんかったもんにし中学で。うん、そうにしは習わなかったのよ。だからできない。25メートル泳げる余裕のよっちゃん。25が基本じゃなかった、泳げるのって。泳げるってか泳ぐの。大西のとこはあんまこう行き帰りせえへんかったから50メートルは泳がんかったけど、25メートルこうやって泳いでた。めっちゃ疲れるよね泳ぐのって。まあ水着持ってますかって。持ってない持ってない。泳ぐ機会なさすぎて。実家にはあるけどね水着。今のお家にはないや。うん、どんな水着でしょうか。あ、でもなんかあのセブの撮影できた水着があるぐらいかな。あと中高校の時に着てたピンクのやつがあった気するけど、でもないね。しっかり何か二十歳になってからプライベートで行ってないかも大西プールなんて。プライベートで行ったプール大西服部と昔ナイトプール言ってんけどさ、それが最後やから。でもどっちも10代やったから多分まだ高校生か高校卒業してちょっとぐらいやったから、だからほんまに行ってない。マジで遊びたいプール。そうナイトプール、そう、 うちらだいたいさ朝からレッスンやってること多くて、でその日もレッスン終わって、でちょうど夏休みこうホテルに泊まっててって感じの日々だったのよ。でレッスン終わってでこのままホテル帰ろっかってなってたけど、でもちょっと早めに終わったのよその日は。いつもだいたい夜まであんねんけどさレッスン、夕方ぐらいに終わって、えワンちゃんどっか遊びに行けるんちゃうってなって、えプール行きたくないって言ってて、その何プール行きたいねって話してたのよその長期の泊まりの前に。でみんなで水着持ってきとこうみたいな言ってて、でちょうど大西と服部その時一緒にいたから、行こうよってなって、でそこからやってるプールってナイトプール、なんかね期間限定のナイトプールやったかながあって、今から行こうってなって行った。夏の思い出、それ以来行ってないね。マジで行きたい。どうだった？でも確かにパリピな場所やった。音楽ガンガン流れててみんなほわーみたいなおーってなって、でなんかそのメインみたいなところに入るまでになんか並ぶ時間とかって、一瞬そこ入ったけど人多すぎてやばいやばいやばいってなって、でもなんか後半ずっと子供プールみたいな浅瀬のところでこう座って足パシャパシャしてた。でもめっちゃ楽しかった。
うん、そう東京すげーって思った。うん、懐かしい思い出。でもね、単純にプール行きたいね。そうや、聞いて、今日もね、大西に声かけていただいたの嬉しい嬉しい。そう、普通にあのカフェ行ったのね今日。そうで、最初そこでね、大西パスタ食べようと思って、そうパスタ食べてからあのレッスン場向かおうと思って、でパッて見たらパスタなかったのね、全部ソールドアウトってなってて、うわマジかと思って、でもレジ並んでもうたからさ、なんか買っていこうと思って、でアイスティー頼んで、で待ってたら、でアイスティーいただいて、ありがとうございますって言って、西桃川さんですかって、そう間違ってたらすいませんって言われて、そう女の子嬉しかった、あーはーみたいな。で大西そこそうよく行ってるっていうか、そう前も行ってて、そう前の時もそうかなと思ったんですけど、そう嬉しかった。店員さんって、あそう店員さんそう女性の方2人はーってしてくれてた、嬉しい、照れちゃうそう今日もここしか出てなかったのそうね、嬉しい。もう適当な私服でいけないねって、そうなのよ。おいしも今日さ普通のレッスン着でさ、でボッサボサの頭をさこう頑張って隠してさ、キャップでで黒マスクで、もうドスッピンやからさ、もうこの辺とかもうなるべくこうしてこうみたいな、そうからおしゃれしていこうおしゃれしていかな、嬉しいね。でも店員さんとかだったからもうすぐお店も、でお店出ちゃったんですけど、でもね、レッスン着が楽なんですよね。いい感じのレッスン着だなって、いい感じのレッスン着を買おう。じゃあ夏服欲しいねんな、みーちゃん。レッスン着も買おう。他のお店で店員さんに気づかれたことある？
前にね、あのねスタバの店員さんが気づいてくれたことあった。チームメイトのって、はいって、そう、それはちょっと前やけど、はい、嬉しかった。うん。この方も女性って、うん、女性、大西男性に声かけられたの一回しかない、人生で。そう、今そう考えたらそうやわ。男性はあんまりあれなのかな、もし、まあ、あんまあれなのかなね、気づい、もし気づいてくれてたとしても、それか単純にあんま全然普通に気づいてないっていうのもあるんやろうけど、うん、ってなったら嬉しいね、気づいてくれる方がなんか多くなってルンルンしちゃサイン書いてもらえるって、サインは書かないサインと写真はダメってなっちゃうな。お金払ってね、あの写真とかねってなると握手もダメって思うけど、握手はしちゃうでも写真とかサインとか記録に残るものはしないかな。相手の記憶に残るものなら、ものだったら握手なら、なるかな。写真もええやんって。写真はね、だってまあ握手もね、お金払って握手会とかやったらあれやけど、またそれとこれとは違うってなっちゃうね。なんか申し訳ない。写真に残るものってね、うん、そうね、LINE はワンちゃん OK って、そういうがめついファンの方には何もしないLINE とか言わないのプイってしていっちゃうダメだよそんなんダメだよ、 LINE 交換したとって大西 LINE しないから、そもそも残念でーす。文通はって、文通もしない。文通してくださいって言われても、すって去る。それはただのナンパですねって、ほんまや、 LINE 聞くのなんかナンパやで、ナンパ嫌い、ほんまに。ね、
たことありますかって。でも東京いたらね、あの方々はさ、いや知らないようにしナンパをする人と友達になったことないから、その人たちがどういう思いでナンパをしてらっしゃるのかは分かんないけれども、みんなに多分するじゃん、なんか歩いてる人にするじゃん、単純に。別にどうあろうがね。ね、スカート履いてたら大体されなんか多いね。そうね、スカートだからあんま履かないんだけれども、なんかこの間もさ、この間ハマセリと約束しててさ、で大西ちょっとその日寄ってやって遅れてったので、待ち合わせ場所ついてハマセリ探してたら、あのって言われて、うって振り返ったら男の人見てて、あのって言われてから3秒間何も言わんかったの、その人んと思ってそのまま去ってなんか謎の時間やった。なんか言おうとしてらっしゃったのは分かってんけどそう、うん、あっそのまま行った確かに確かに今喋っててそう考えたらおもろいな。何やったやろ、そう、男の子って思われた。あ、うん、普通にやからあの女の子の格好してたのよ、その時おんし。そう、普通にスカートでみたいな。髪の毛もあの前の時ちょっと長かった時やったから。でもね、渋谷とか一番なんか多い印象。ナンパされてどんな気持ちになるって、いい気持ちにはならないよね。うん、好きではないな。うん、氷がちっちゃくなっていっぱい出てくる。なんかさ、この間もさ、あ、違うカビ、なんか新宿行った時あってさ、で新宿にさ、なんか大きいスクリーンがあるのよ、なんか猫 3D の猫みたいなやつがあってね、そう、うわ猫やと思ってそれ動画撮ってたのに、うわかわいいって思ったらさ、お兄さんが来てさ、な今人待ちですかみたいな、何してんのみたいな、いや撮ってるやんと思ってさいや映り込んでんねんけどってそれはちょっとイラッとしちゃったよね、そういう。なんでなん
んでなんでなん撮ってんのにもうその人の顔もうガン映りなの最悪と思ってそう悲しかった。だからまた違う日にたまたまお仕事で新宿行った時にまたそれちょうど鳴ってて猫のやつスクリーンあ今やと思ってそう撮ったそう撮れた。よろしいんですか。何時？11時ぐらいだったら終わるかな。11時になったら終わるわ。お、Thank you。ありがとう。テレビで見ることにした。うん。悲しくなったって悲しんでるの？何があったの？悲しい気持ちになっている方がいらっしゃる。そういう時もあるよね。11時で終わるから大西が原因やった。悲しくなった原因大西が原因だった。どうしよう無理。どうしよう。もう11時で終わるって言っちゃった。お風呂も沸いてるからお風呂も入んなきゃ。でも大西は毎日ここにいるから毎日大西はここでこうやって配信をしているよ。寂しくなった時はいつでもここにおいで。また明日そうよ。もう5年半ぐらいこれやってるんだから毎日。もう見飽きたってぐらい見てらっしゃる方もいらっしゃるよ。もうあなたもあと3ヶ月もすればたまにしか見に来なくなるかもしれないよあまたこいつ配信やってんのか、まあ、明日も見れるしまあいっかってなる時絶対来ると思うよ。でもそれでいいんだ。いつだって大西はここでこうやって配信をしているから、自分の好きな時に自分の気が向いた時に見に来てくれればいいんだよ。それでいいんだ。毎日一緒とはそういうことを言うんだ。そうだ。だから悲しくならないで。
残り3分になってしまってる。だって。一日でも見れないと悲しいって。大した話してないのに。うん。途中参加も切ないです。なんで？それ以前に別に大した話してないから寂しくならないで大丈夫。大西が決定的話をしている時なんてないよマジでマジで、ほんとそれはもう途中参加でも大丈夫。明日になったらっていうか、あと10分後には忘れてるような話ばっかりなんやから大丈夫よ。たまに深い話してるやんね。基本ね、基本っていうかたまに夜情緒が不安定な時にちょっとそんな話するよね。そう、あんな話してる時はだいたい情緒が不安定っていうのを覚えといてそう、なんかももちゃんなんか話してんなって、あ今ちょっといろいろ不安定なんだろうなって急に語り出したらそんな感じで大西はここで吐き出してる。 それがね、ストレス発散になったりもしてるからね、吐き出すことによって。そんな時はどうしたらいいって、何もしなくていい、見なくてもいいし見てもいいし何でもいい何でもいい。そう。でも正論っていうかパンって言われたら余計グザってなっちゃうそういう時は。そういう話をしてて面白くないなって時はもうまた明日の方を見に行こうよってなってくれたら嬉しい。そんなこと言うとあんまいないけどね、お西のコメント欄。そろそろおしまいですねって、ありがとう。11時や。ああ。ああ。お風呂入るか。みんなバイバイの時間だ。また次に会うためのバイバイだって前の舞台で言ってた。かわいいセリフやんなそう、また次に会うためのバイバイだ。よしよしよし、ランキングの方呼んでいきます。いきますよ。1位ヤマッチョさん、ありがとうございます。イエイ。
そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がライオン丸さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が、マリアさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がカッキーアットマーク大西軍アットマーク第7歳半2時13時&渋パラテーマ22時までさん、ありがとうございます。イエイ。よろしくお願いします。そして12位が純平さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。とタワーかな、ありがとうございます。お城、お城かな、白とくま3つもあるの、嘘、白どら焼きあんみつ全部1位の方、へえありがとうございます3つもあるのか、おいし重なって見えなかったよ、ひえなんか美味しい、今日記念日だっけいい、ありがとうございます。じゃあ読んでいきます。じゃあ1位のヤマッチョさん、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 お城タワーとくまさんタワーとあんみつタワーありがとう、ありがとうございます。イエイ。ありがとうございます。なんかの記念日かな、店員さんに話しかけられた記念日そっか、じゃあ今日は店員さんに話しかけられた記念日だからだ。ありがとうございます。嬉しい、感謝です。皆さんも本当にありがとうございます。毎日が記念日って本当だ、毎日が記念日だ、ありがとうということでですね、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい、バイバイ、おやすみ、バイバーイ。